青葉真嗣被告は4年前京都アニメーションの第一スタジオに放火し36人を殺害した罪などに問われています裁判では青葉被告の量刑の審理が進められる中今日検察側が青葉被告に質問これまでに意見陳述をした遺族や負傷者に対しどのように思っているのか聞かれると 声を振り絞った方たちに思うことはありますか申し訳ございませんでしたという言葉しか出てきません子供がいらっしゃる方もいたその辺のことは重く受け止めなければならないと思います遺族の極刑を望む言葉は覚えていますかはいそれについてどう思いますかやはり それで償うべきだと思いますこれまでの裁判で被害者のことは考えなかったのかと問われると京兄が小説をパクった時には何か考えたのかなどと言い返すこともあった青葉被告今日は自ら死刑で罪を償うべきだとしましたそして今日は遺族にとっても直接質問ができる最後の機会でした 事件で亡くなった京アニを代表するアニメーター、寺脇翔子さんの夫は、先週、強い思いを持って被告人質問に臨んでいました。自分がやっったことのののもう一度被害の大きさてていうものを考えほしいしかし、その時は、後々に答えさせていただくので、答えるのを差し控えたいと思いますと。 問いかけには応じませんでした一週間が経った今日改めて被告人質問に臨みました母親を失って寂しい思いをしている息子についてどう思いますか自分も片親だったのでその辺についてはやはり申し訳ない部分がございます証拠に対して今どう思いますか 申し訳ない気持ちです私たちは母親妻を殺された私たちがあなたを許していると思いますかい,いえ思ってません初めて遺族に対して謝罪の言葉を口にしました明日検察側が論告求刑を弁護側も最後の主張となる最終弁論を行い